今回紹介するのは経済で読み解く織田信長貨幣量のの変化から宗教とと戦争の関係を考察すす。る、という本です著者は上年司アマゾンを利用されている読書家の皆さんには説明不要だと思いますがあの財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済を書かれた。 今注目の経済評論家です。その著者の最新作である本書は、戦国の英雄である織田信長を経済で切っているわけですが、戦術の通りに織田信長登場以前の社会経済の解説に紙面の大半を割いております。気になる内容ですが、発祥立ての4部構成です。第1部では、中世の金融政策を 日本に独自の貨幣がなく貨幣を輸入に頼っていたことが当時の日本が慢性的なデフレ傾向にあったと指摘通貨を握っていたのが自社勢力であることと幕府と自社勢力の関係に注目しています第2部ではさらにその自社勢力に切り込んでいます前半の第3章では比叡山と臨済宗の誤算 後半の第4章では呉山と当時の信仰勢力であった本願寺にスポットを当てています。第3部では自社勢力と武家勢力の関わりを考察。前半の第5章では王人の乱前後。第6章では一向一揆や北慶一揆の仁義なき戦いを掘り下げています。第4部で話題は織田信長に入ります。 いわれる信長の業績を経済の視点から分析信長の経済政策が方向性として正しかったことと基本政策が後の豊臣政権や江戸幕府に受け継がれたことで江戸時代の経済発展を生みさらに後の明治維新にまでつながると指摘しています本文293ページとかなり厚い本なのですが。 一気に読んででしまうほど、面白い内容です。しむ村区はやはり最後の第4部ページ数の関係でしょうかかなり大急ぎで信長の自責をまとめてしまった感があります織田信長登場以前の熱の入りように比べると第4部はパワーダウンしたようなそんな感想を持ちました著者には諸豊政権から徳川家康につながるこの時代も もう一度しっかり経済で読み解いてほしいと思います。次回作があるのでしたらそこに期待。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。